2は世界で初めて発表されたホンダの人型ロボットです。そして2000年にアシモが生まれました。ではここでアシモについて説明しましょう。 P2、P3 に比べアシモは小柄なデザインを採用しています。はい、身長は P2 が182cm、 P3 が160cm、 私が130cm、 体重は P2 が 210kg、 P3 が 130kg、 私が 50kg です。私たちが目指す人と共存協調するロボットには親しみやすさも大切な要件でした。そのためより人間の生活の場に溶け込めるサイズにしました。コンパクトながら随一類に手が届く最適なサイズになりました。こうしてアシモのサイズが決まりました。ここからはアシモの運動機能について説明していこう。走るとはどういう状態のことを言うか皆さんはご存知でしょうか。両足が同時に地面から離れる瞬間があるということで、高速カメラでアシモの走りを見てみましょう。このように浮いた状態でバランスを取ることは実はとても難しいのです。ではアシモ走ってみようか。それでは走ります。私の走りいかがですか。さらにアシモはジャンプや片足でケンケンができるようになりました。これらの動きはつまずいたりした時にとっさに足を出してバランスを取る研究をする過程で生まれました。皆さんいかがでしたか。私のバランス技術はホンダの車などにも使われています。次に